まだ気分はハロウィン。こんにちは。今日はですね、でね、クリスマスコフレをゲットしてきました。今日はクリスマスコフレを開封していきたいと思います。それではおーチキラ。今年ゲットしたクリスマスコフレはじゃじゃーん、毎年買ってるジルスチュアートです。わー、2018年はホワイトラブストーリーをテーマにピュアでスイートなコレクションです。確かに雪の降る街並みが広がってます。じゃあ早速開けていこう。去年はね、パジャマパーティーコレクションって言って A タイプと B タイプがあったんだけど、今年は一つだけの選ばないタイプでした。スノーイークリスタルフローラルの香りだって。毎年ね、すっごいいい香りなんだよ。それではせーの、じゃじゃーん、かわいい。これちゃんとなんか雪が降ってるイメージになってるのかな。ほほほ、この中ジルスチュアートが、ここにジルスチュアートって入ってて、このハートがね、また可愛いね。ジルスチュアートの J がついてます。で、反対側がふわふわの感じ。早速開けていきます。結構思ったより潰れないんだね。おー、じゃーん、ジルスチュアートって入ってて、で、ポケットがついてます。これはもう可愛くて汚せないポーチだよ。じゃーん。ちなみに私、ジルスチュアートのクリスマスコフレのポーチは一度も使ったことがありません。もう飾ってある。今年はこの4つのコスメになってます。なんかすでにこの時点でいい匂いじゃあ1つ目がじゃじゃーん、かわいい、すごい冬らしいデザイン、スノーイーラブドロップフェイスパウダー。オープン、デレレレーン、かわいい。この鏡がついてて、こっち側がハイライトになってるデザインです。このね、ハイライト去年のめちゃくちゃ良かったんですよ。いつもね、ハイライトをここの T ゾーンとここにのせるんですけど、もうのせた瞬間くすみが取れて本当に綺麗な仕上がりになるの。このブラシもね、めっちゃいいんだよ。もう刺さって直せるの。相変わらずハイライトフローラルでいい匂いがする。でもさ、これさ、絶対さ、このね、フォーエバーラブストーリーってやつがね、さって消えちゃうんだよね。去年はちょっと目つぶってる女の子のデザインだったんだけど、それがね、一瞬でのっぺらぼうになっちゃって、あの時はショックだったな。2個目、ドーン、スノーイーラブドロップアイズアイシャドウ。アイシャドウもいつもと同じこうデザインというか、こっち側に鏡がついてて、反対側に6色のアイシャドウが入ってます。めちゃ綺麗な色。あー、これ絶対綺麗。あー、うん、どこ行った、どこ行った、チップチップ、大脱走だよ。手に塗ってみます。右上2つが結構大きいラメで、すごいキラキラしてます。で、左上はそれよりちょっと小さめのラメなんだけど、下の3つに比べるとちょっとラメは大きめで、めっちゃキラ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 してて可愛いです。そして3つ目、じゃじゃーん、え、めっちゃ可愛いんだけど、これブルーミングブロッサムカールラッシュマスカラ S。 くるんとした上巻きカールが続き、まつげを濃く長く演出するマスカラ。上もこんな感じになってる。オープン、じゃーん、すごいまつげが伸びそうな、こんな感じです。割と小さめだから持ち歩きに便利そうですね。あ、待って、開けちゃった。4つ目がこちら、かわいい、じゃじゃーん、ジェリーリップグロス、透明感のある彩りを与えるリップグロス。結構ラメが入ってるから、どんな感じになるんだろう。ピンクとシルバーっぽいラメが入ってますね。メイクをね、ちょっとだけ落として使ってみたいと思います。さようなら、スルスル。やっぱりなくなった。あー、いい匂いがする。で、ここにも入れていきます。今ちょっとね、この辺が暗い感じなんですけど、さっさっと、わかるかな、こっちとこっちで違う。
こんな感じで立体感と、あとこの辺のちょっとくすみが取れた気がします。まずはこの白い色を、めっちゃ綺麗、すごい透明感が出る気がする。この真ん中のブラウンを使います。さっきより狭めにのせてみる。この濃い茶色を上まぶたのこの際のところと下まぶたの端っこに入れていきます。じゃあ最後にこのゴールドのハートのねラメを上まぶたのこのちょっと真ん中の部分と、あとこの下に入れたいと思います。これで完成です。ここにマスカラしていきます。こんな感じのブラックかな。すごいボリューミー、すごいこの感じ好き。ダマになる感じもないし、いい匂いだし、人によっててボワってね、すごいボワってね、まつげになるの。じゃあ最後このリップを塗ってみたいと思います。リップの上に重ねても良さそうなんだけど、何も塗らないで塗っていきます。かわいい。結構ラメ大きめだったからギラッギラなんのかなって思ったけど、唇塗ってみたらちょうどいいラメ感だった。縦じわが消えてプルンとした立派な唇に仕上がります。サラサラではないけど、そこまでベタつく感じでもないので、すごい使いやすいです。はい、ということで今回はジルスチュアートの2018クリスマスコフレを開封しました。可愛いし、特に私的にハイライトとあとマスカラがめちゃくちゃ気に入ったし、匂いもいいので本当にね、買えてよかったなと思いました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので、ぜひぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。